ナミさん、おはようございます今日の事件はね原発事情でございます、えー、原子力そして核開発これが日本にどのような影響をもたらすのかそしてこの開発をしないことによってどんな影響をもたらすのかについてちょっとお話ししていこうかと思いますというのがねやっぱりガソリンの価格って私たちの暮らしにもろに影響を受けるわけですよね、えー、例えば日本の食料自給率っていうのが低い低いと言われてます えー、現在39ぐらいだったかなカロリーベースで私の10代の頃20代の頃は49%と言われたんですけどもちょっとね落ちたんですよね、えー、食料自給率食料自給率っていうのはつまり今1億人ぐらいいる日本人の人口を日本の国内だけの農業で食べさせていこうとするとまあ単純に言って半分以上の人5,000万人から6,000万人ぐらいが餓死するというね。 そういった状況だと思っていただければ食料自給率のことは分かりやすいんじゃないかなと思いますもちろんこれカロリーベースなんでえ実はねカロリー気にせずに食べようと思ったらまだ余るぐらいはあるんですよただ栄養失調になっちゃいますよね <laughs> でなんでこういうことが起きるのかっていうのは原因はいろいろあるんですけども実はですねそれよりも深刻なのがエネルギーがないってことなんですよ石油が日本に入ってこないもしくは石油の価格が上がって 仕入れるのが難しいことになっちゃうと何が起きるかっていうとまずね農業用具を動かすのもこれすいませんシュレッダーが動き出しましたねはい、えー、ご存知のようにですね農業用具を動かす農,協農耕用具を動かすのもガソリンですしできた収穫物をこれ輸送するのもね輸送するのもそうですしビニールハウス栽培もこれ全部全部ね電気 いわゆるる石油が絡んでくるんででくすよこのエネルギーを仕入れなくてはならない全ての私たちの活動の基礎エネルギーを仕入れなくてはならないってことになるとこのね仕入れ価格が上がると全商品の価格が上がるんですよねでそれに比例して私たちの賃金が上がるかって言ったらこれ上がんないんですよね、まあ、ですんで非常に困った状態になりますで現在電力需要の 60%ぐらいが火力水力で賄われていて残りの30%少々がですね原子力になってますで太陽光をはじめとする再利用エネルギー自然化学エネルギーは実はまだまだ不安定でね採用にうん十分な検討が必要なんですよねもちろん太陽光パネル今いろんなところに惹かれてますんで莫大なエネルギーが享受できてるのかなと思いますけども 実はね、ね。そうででもないんですよ、ね、太陽光の発電で結構ムラがあったりあと最近大きな問題が出てるのが太陽光パネルを山やそれから平地に引くことによって地盤がが緩んんでで自然災害が激しく起きるよよ。うになったんですよ特に山の斜面にパネルを引いてらっしゃるそんなね山間部なんていうのは景観を損ねることもまあそうなんですけども。 いわゆるね、山の耐久度がなくなってちょっとした大雨で崩れてしまうっていうことが散見されてるわけなんですよねだから太陽光パネルをはじめとする自然化学エネルギーもまだまだ先のことなんだろうなと思いますでそこに出てくるのが結局は、えー、原子力を使わなくてはならないことかなということで原発の再稼働っていう問題がやっぱりね取り沙汰されてくるんですよでも日本、全国各地にある 原子力発電所これ52基あるそうなんですけども、それぞれ耐用年数がもうすぐ来ちゃうんですよね。それぞれの原発の稼働年数っていうのが30年から40年経ってますんで、耐用年数をもうちょっとでね。行ってしまうんですよ。だいたい35年から45年って言われてますので、ここから再稼働するにしてもですね。もう先は見えてるんですよ。で、そうなるとですね。新しい原発の新設ってことになってきます。 でもこの新設計画も全然進んでないんですよねそこで新しく出てきたのが核融合というものです核融合は放射線などの被害が出にくいこととあとは停止するも稼働するも自由自在なんですよですんでものすごく期待されてるんですけどもただこれ実用化までにはやっぱり10年以上の年月がかかるまだ研究がね、えー まあ未熟であるというところもありますんで核融合には向かっているんですけどもじゃあ5年先10年先の電力需要をカバーできるかって言ったらできないんですよねでまだまだ問題あります例えば私たちの使用電気ですあの IT ガジェットってありますよねこういったものです実はねこういったものの電力需要がこれからますます進むことが懸念されていてこの先10年で 私たちが使う IT ガジェットの利用電力量は今の今の30倍になるそうなんですよすいませんなんか声が聞こえ出しましたねいろんなものが動いてるみたいですねはいということでねまとめますとねこれから10年経つと電気代のあ電気代じゃない電力需要はあ供給が間に合わなくなるぐらい深刻なんですよこれ原発を再稼働してもです で新しく原発を今の52基に加えて10基増設するとなんとか10年先の30倍に膨らむ電力需要は賄えるそうなんですけども分かりませんねでもねそもそも原発をすぐに作れって言ってもそんなにかん簡単には作れませんからね今技術者もそんなにいませんからで原発が増えればそれぞれの原発に対するメンテナンスもそういった業者さんも必要なんですけどもこの業者さんもそんなにたくさんはいないんですよ そう考えていくと原発の増設もあまり現実的な話じゃないですしそれから原発の再稼働52基全部をっていうことにもならないと思うんですよねまあ再稼働するにしても20基前後になるんではないかなというところがありますですんでね結論として石油を輸入し続けて火力発電を続けていかないとならないということになるんですけどもただそうなると SDGs ですよね 脱炭素エネルギー。こちらの方に準拠しなくなるということもあります。ということで、八方塞がりでございます。これから先どうなっちゃうんでしょうか。電気代が上がれば当然、私たちの生活コストは全部上がります。ガソリン代、新潟は結構安いですね。私の住んでる地区では、えー、と私は廃屋しか入れないんですけども、175円。で、えー、レギュラーが165円。これがね、ずっと動いてないんですよね。まあ、ですので、新潟とは10円ぐらいの差があるのかなと思いますけども、 まあそうなるとね今一方的にガソリンスタンドの利益を、まあ、顧客のために、えー、切り詰めてくださってるんでガソリンスタンドは利益が、ね、ほとんど出てない状態でその175円に抑えてくださってるんですけどもこれがもうちょっと進むとね、うん、この価格の高騰をガソリンスタンドでは、うん、うまく吸収できなくってすぐにリッターあたり200円前後になるんではないかなと考えられます。 さあ果たしてその時に私たちの可処分所得は十分これに耐えるのかなと特に通勤で車を使われている方は給料は上がらないのにガソリン代は今まで以上にかかってくるということになりますよねちょっと前まで150円台だったものがこれから200円になることを考えるとなんと25%増なわけですよいやーこれ大変ですよねそして増税も予定されてますからねうーん困ったもんだということでやっぱりね あのお金を稼ぐスキルを何としても身につけないといけないですしできれば日本国内に対してのその内需をあてにしたセールスももちろんなんですけども海外に顧客を持つってこともね私たち一人一人は考えていかなくてはならないのかなと思いますお勤めの会社が海外を相手にしている日本人以外の顧客を相手にしているっていう会社はそんなにないと思いますですんでより自分の事業を海外向けに展開する っててこととが求められてるのかなと例えば日本語で書かれている文章や読み物や論文などを英語などに翻訳してリリースするようなブログとかサービスを作っていくとそこそこアクセス集まりそうだなと思うんですけどいかがですかね、うん、ちょっとそういういのも面白いかもしれませんねなんねなか今日の新聞みたいなね日本の新聞を翻訳して出してみるとかね、うん、なんか考えられないかなこの辺。 ということで考えてるうちに動画の方は終わらせていただきます。それではナミさん事件はこれからも続きます。よろしくお願いします。